それではいきます。アメリカの大統領といえば、せーの、あでございます。ありがとうございます。僕たち大好きね、ネプリーグという本日の企画です。ネプリーグ代表の方、誰が殴れん、殴れというわけでね、ある問題を出されます。まあ、クイズみたいなね。で、それに対して回答をこちらから出すんですけれども、これ一人一文字ずつ出していって。見たことありますね。あるでしょこれ。ありますね。みんなでこう気持ちを揃えて、そして正解に合わせてっていうのを考えながらやっていくクイズ企画なんですけども。ゼロ企画は伝わったから大丈夫かな。はい、それでは早速やっていきたいと思います。エイツチャーイ。はい、というわけで、じゃあお題の方を早速聞いていきたいと思います。簡単なやつからいきますね。お願いします。俺のおばあちゃんより声近い。おばあちゃんおったんや。いやいや、なんだと思う。そりゃいるだろ。さあ、それではお題の方をお願いします。パンといえば、パン、パン。あ、はい、オッケー。なんでみんなその辛さ。オッケーオッケーオッケー。ケツ2人はもうさ、そうだね。チープよ。え、マジで。それでは、パンといえば、せーの、ドン。メレイパン。うわー、メレイパン。メレイパン。おっせー、メレイパン。気持ち悪い。メレイパン。メロンパン。カレーパン。フライパン。すごい、やばい、やばい、やばい、やってる。怖い。違う違う違う。ちょっと待って、引く引く引く。ゲイでそうなったもん。まあ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 、わかりました、要領はね。どれだか古事記やん。一発目から古事記って言う。それでは2問目お願いします。 YouTuber といえば、あーい、これはもう、あーし、これはもう、あーし、いきます。それでは YouTuber といえば、せーの、ドン。コブット。えぇ、あー、待て待て待て、コムドットやんな。僕らコムドットですよね。俺のコムドット。ちゃうやん。俺どうだ。おい、待ってよ。ドタンだ、ドタン。俺ドタンだ。ドタンって何やねん。ドタンと、そうやけど。いや、もうすっごいポンコツ。ちなみになるんだけど、りょうたくんは何。やっぱり、あー、なんかないよ。古い、古い。いや、そんな言うな、そんな言うな、無論。それじゃあ次の問題お願いします。虫といえば、あ、オッケー、そんな。もうこれ、これ外したらもうね、日本人だから。まあこれに関しても、だから結局後ろ2人はさ、そうなんだ。分からないよ、それは。分からない、脳みそ全く使ってないよ。それでは虫といえば、合ってるね。せーの、ドン。カブトムシ。絶対そうだよ。やってきた。そりゃそうよ。すいませんけど、後半2人何も考えてないです。これ気持ちいいね、こういうゲームですよ。あ、いいじゃん。すげーわ。では次の問題お願いします。ちょっと難易度ありますよ。これも一回成功したからね。いやいや、これ。アメリカ大統領といえば、いや、まあ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 、あ、これはもうそうだよね。まだ字数もあるからね。うわー、待って、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。アメリカの大統領、多分一人も知らない人。知らんぞ。いや、知ってる人おるよ。みんな、行きました。準備はできてる。それでは行きます。アメリカの大統領といえば、せーの、あ、おせん、おん、おんねんと。なんで、なんで、下ネタやったの今。大丈夫か今。やめなんか、こっちこっち、こっち、こっち、完全に流れ、こっち。待って、でも一緒やと思う。ここは一緒、ここは一緒、ここは一緒。ワシントン、ワシントン。あー、そっちか。それはリンカーン。うわー、それも最初だ。それは全然許せない。俺も考え。ただ、絶対その色黒の人はオバマだと思う。ここで終わってる。それはオバマジーンみたいなさ。オバマの後になし、オバマの後に名前あるんやと思って。バラックさ、バラックオバマだから。あ、これどうする、なんか順番変えるとかやる。あ、いいじゃない。
写真切ってね、この並びでいってみたいと思います。それでは次の問題お願いします。スマブラのキャラといえば、おわ5文字な、5文字な、いや俺もこれよ、俺もこれかな。いやこれね、スマブラって64からあるんですね。そう、それを言いたい。そう、そういうのも加味して考えた方がいい。あ、オッケー、いきます。それではスマブラのキャラといえば、せーの、ドン、パッコン。おいキャプテンファッコンってことだな。そういうことだな。いやだからキャプテンファルコンやと思った。のぞ、ボックス。キャプテンファルコンって5文字じゃないやんと思った。いや俺もね、ちょっと思った。キャプテンってつけたら無理だな。キャプテンつけたら無理だな。だとしてもいけたな。OK、次の問題行きましょう。昔話といえば、あ、これはもう坊やーですよね。良い子はってね、いけるね。はい、どういうこと。タイトル、タイトル。かけました。はい、オーケー、行ってみましょう。それでは昔話といえば、せーの、ドン、桃太郎。うえーい、それそれ、おー、そりゃそうですよ。そう、これしかないよ。え、他なんか、だから俺ら金でも行けたんで、多分金。あー、そういうことね、多分ね。え、何、お前奇跡起こした、奇跡起こした、お前適当に買った。本当に、マジで昔話ってそういうことか。そうそうそう、そうやろ。じゃあなんか昔の話といえばみたいな、だから小学生とか自分の自分の昔話だよ。どうやってそれ。いやもうついてください。よし、行きましょう。 NEXT、 次の問題お願いします。お正月といえば、お正月。はい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 。あ、わかりました、わかりました。じゃあ、じゃあ1個しかないよ、こんなもん。え、マジか。それではお正月といえば、せーの、ドン、お友達。ち、お友達みたいになって、ここ一緒だね、多分ね。お年玉でしがま、あー、初詣、あー、あお雑煮。いや、足りねえや、足りねえや、マジで出てこない、本当に。何、鏡餅。あー、それも分かるな。あ、こんなにばらけるんだ、これはね。オッケー、次の問題いきましょう。若手人気俳優といえば、若手人気俳優。イージーイージーイージー、こんなもん。5文字の俳優さんはこれしかいないでしょ。マジで俳優知らんぞ。ごめん、確かに。ごめん、俺5文字の人間はこれしか言ってなかった。それでは5文字の俳優といえば、せーの、ドン、ムグナイフ。大事、ラグナロクみたいな。ムグナイフ、ムグナイフ、すっごいじゃん。え、誰、誰、ムロツヨシ。なわけねえちゃうやん。いやいや、あの人もね、死ぬまで少年の心持ってますから。いや、大概こっちゃやだな。多分、オグリシュンじゃん。オグリシュンだよね。いや、若手、でも若手でもないよね、多分。誰誰誰、俺、だから、え、ムロツヨシ、オグリシュンで、俺、春ない。流れで、これ、いけるかも。俺、白田優。いやいやいや、白田優さんも若手ではないでしょ。若手じゃないやん、絶対これやって、鈴木福君。絶対そうやろ。大若手やな、大若手やな、これやな、これ世界の大御所だよ。ちなみに、これは何が正解、誰が正解やろ。新田真剣佑。あ、漢字か、あ、漢字だ。それは、それは言ってよ。それはずるしない。大丈夫だよ、待って、剣佑思ってたけど、5文字じゃないと思ってやめた。ほんまや、あ、そっか、漢字いけんのか。その概念なかった。そっか、俺らそうや、ここでね、そう、あ、そういう概念ね、漢字や、ほんまやな。はい、それじゃあ次の問題お願いします。漢字チャレンジいきます。あ、オッケー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 、それはいいよ。日本の偉人といえば、5文字だよね。5文字の偉人。変なことした人、変なことした人が偉人なわけじゃない。偉人の偉って違う、4文字が多いよね。で、中で俺は5文字で思いついた人を一番最初に書くよ。フータの偉人、これらしいです。どういうこと、変な人やん。ほんまに変な人やな、それ。異なる人と書いて偉人ですか。違う、偉大なことをした人ね。偉い、偉い人の偉人。じゃあやばいな、すごい人たちな。できた、できた。 OK、 いきましょう。それでは偉人といえば、せーの、ドン、大田、え、健一郎。え、大田、大田健一郎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 さん、大田健一郎さん、誰ですか、大田健一郎。あの、健の文字、気持ち悪い、必勝。うわ、うわ、そんな問題とか聞くと違うやん、それは。俺、りょうたくんだったら自分の中で正解なのよ。え、誰、
大塩平八郎しか出てこなかった、5文字の人。はい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 。え、ちなみに誰だったんですか。片倉なんちゃら郎、西十郎みたいな。そっちなんだ。片倉そっち来てるんちゃう。小泉純一郎。小泉純一郎。あ、そういうことか。たまたまが重なってるわ。じゃあなるほどね。で、新たな原油。じゃあ、ま、ま。じゃあ、まる。新たな。うわあれ、すんの味噌使ってないんですよ。いや、お前なってないんですよ。ポンコツ並んでるぞ、二人今。タワーをね、入っとけば何のかなんでしょ。あー、わー。さあ、それでは次の問題お願いします。卵料理といえば、ひらがなでいけるね。うわ、確かにな。いや、でもこれ、あえて言おう、心のままにと。じゃあもう、ファーストでいくわ、ファースト。いや、もうファーストインプレッションでいくわ。もうファーストでいくわ。オッケー、ファーストインプレッション。卵料理といえば、せーの、ドン。めむま焼き。うわオムライス。いやー、これ卵焼きか目玉焼きやったと思う。目玉焼き。俺目玉焼き。目玉焼き。これ卵焼きかゆで卵。それ卵焼きかゆで卵。じゃあ何？ファーストからのゆで卵目玉焼きで無。どの企画でもそれ。さあ、それでは、はいはい、最終問題ラスト。じゃあ行きましょう。問題お願いします。日本人の好きなものといえば。あー、おもろいなこれ。いや、これでしょ絶対。絶対これよ。絶対とか。いや、絶対これ。絶対これオッケー。いや、同じ人が多いといいな。いきます。合ってたらいいなこれ。みんなどう。それでは、日本人が好きなもの、せーの、ドン。おもえずん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 。何？おもてなし。おもてなし。日本人のその特有なね。うん。いやいや、日本人と言えばとかじゃ。日本人好きなおもてなしが好き。なるほど。日本人。日本人は日本人が好きや。まあ俺亮太と一緒やと思ってた。え、何？ドラえもん。ドラえもん。ああ、国民的っていう意味だ。そうなんだ。そうそう。え、何？お茶漬け。終わってる。それは絶対だな。おー、動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。僕たちは東京ドーム目指して日々活動しています。応援よろしくお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。 It's Showtime! ジジイやん。好きなものといえばお茶漬けですよ。ジジイやん。僕はそれです。うわー、そうなるか。お茶漬けをおもてなしされたいです、僕は。何言ってんねん。